ゲイバイトの山本です、佐藤です、今週はフジテレビ、はい、スプリングステークスの調教解説ということなんですけども、はい、関東が多いですね、すごい。そうですね。しかも南の方が多くて関東ばっかり。そうですね、はい、まあ、軽くですけど、じゃあ一頭一頭触れていただきます。 IOG ですかね。はい、お願いします。まずはアベリーノ、はい、これまあちょっとまあ今週に合わせまで起きられたんですけども、まだちょっと体がね上手に使えてなくて、その分の推進力が生まれてこないっていう感じで、もうちょっとなんか成長が欲しいなっていう印象ですね。続いてミステリアリバ、これまあ実戦でもそうですけどね、ちょっとやっぱ少し走りがワンペース、それ頭高いですもんね、これまだまだって感じですね、オールパルレ。オールパルレはね、まあ、このまらしいすごい前へ前へっていこうとするね、全身規制があって、ものすごい活気があって、動きも機敏ですし、まあ、昨年のね、朝日杯以来のまあ実戦であるんですけどね、まあ、仕上がりに関してはね、良さそうですね。はい、グラニット、グラニットはですね、まあ、長距離はもともと目立たないんですよね。まあ、でも先週びっしり打った効果が、今週はだいぶそれでも足さばきがすごい軽快になってきました、ね、フォームまとまってきたなって感じですね、シルトホルン、はい、シルトホルンは先週すごい鈍かったんですよね、なんか最後なんか足の余裕がなくなっちゃって、どうかなと思ったんですけど、まあ、今週ちょっと、ね、ラスト重点ってこともあったんですけども、まあ、だいぶ足さばき軽くなってきて、まあ、一歩前進、ボール過ぎてからも、ね、かなり気合いつけて、これはまあまあ上向いてきたかなっていう印象ですね。はい、シーウィザード、シーウィザードね、まあ冬場ちょっと結果出なかったんですけどね、今回はね体にだいぶね前回の伸縮力ができて柔らかく使えるようになったんで、冬場ダメだったのかなって気がしますね、まあ、最近ちょっとねやっぱ寒さ和らいできて、朝もそんな寒くないんでね、今回手乗りですよね、今回ちゃんとどっち折り合ってたって、まあ、もともと夏場デビューしたようなものですよね、あったかい方がいいのかなって感じがします、気象も成長した気はしますけど、どんでん返しですか。どんでん返しはね、ちょっとなんか後ろのはまりがちょっと悪くて、まだだから直線向いてからスッとか加速できないんですよね、だからまだちょっと肉体的にまだ成長の余地が大きい段階なんで、切れ味を感じないんですよ、当選アウローが、小倉帰りになるんですけどね、まあ、そんなに気合が落ちたって感じじゃないんですけど、まあ、ちょっと地味かなって感じで、ハウゼル、ハウゼル今日やりましたね、今日やりました、今日、はい、まあ、ウッドでね67の51ぐらいやったんですけど、単速でね、これもちょっとね、少しちょっと筋肉質に見えるんですけど、体のつきとかね、でも今日見た感じでね、すごい体を柔らかく使えてて、そうです、先週ハンドで8点、ね、横山トラックマンがつけましたから、なんかすごい気配の走りでしたね、オープンバーアップしましたから、先週は、具合的には良さそうです。はい、バックスオトマニカ、はい、まあ、欲を言えばね、まあ、先週に入ってくれて、まあ、今週もジョッキーへ乗って感触確かめるような、まあ、メニューだったんですけど、欲を言えばちょっともう少し体にキレが欲しいかなっていう印象、まあ、だからまだまだちょっとね、もう一段階、そしたらもうちょっと体をうまく使えるようになって、もう一段階上の走りができるのかなっていう印象ですよね。ホービスケットですか。ホービスケットはね、やっぱすごい回転力があるフォームで、見た目にスピード感がやっぱ、そうですね、膝も高いですしね、躍動してる感じがありますね、だ直線に来た時にグッと来る感じがある、向こうから来た時に、これいいんじゃないですかね、はい、メタルスピード、まあ、今週ねちょっとね下がハミをこうしちゃったんですけど、そうですね、まあ、それでもね、まあ、脚力があるなっていうところはね伺わせてたんで、
なんか500キロ超える大型馬ですけど、うん、体の使い方がすごいダイナミックですよね、うん、そんなところで。どうですか佐藤さん、じゃほとんど全部打ってもらったんですけど、うん、気になったのいます？やっぱ先週8点、ね、ハムでついてハウゼ、うんね、あの今日遠目から見てましたけど、すごいフォーム大きくて柔らかい走りでしたし、うんうん、ホービスケッツもね、やっぱよく見えましたよね、うん、あと関西馬でいうと、はい、アイスグリーンなんて、うん、なんかすごい橋のバランスいいですし、セブンマディシャンこれ全部調教見比べたんですけど、うん、今週の走りがなんか今までずっとなんかフォーム硬かったんですよこの馬、うん、今週がやっとなんかその硬さが抜けたってきました、ね、うん、このフォープフルの時も決戦の時も見直したんですけど、ちょっと走りやっぱ硬かった馬がそういうところが抜けてきたんで、うん、なんか良くなったんじゃないかなという感じしました、ね、ベラジオオペラどうですか？どうですか？うん、これはなんか雰囲気良かったですね、うん、抑えていて、おったら弾けそうっていうような印象でした、ね、関西部じゃ集中がつくとかじゃなかったな、うん、それに体勢が整えてきたのかな。そうですね、そんな感じですね、まあ、関東版もオービスケッツ、うんね、やっぱり人気になりそうなところはね、うん、なんかみんな具合良さそうですね、はい、そんなところで、はい、はい。